ウォリック伯爵は、イギリスの伯爵くらいの一つ。過去に4回創設されており、第1期から3期のウォリック伯爵位は、イングランド貴族、第4期のウォリック伯爵位は、グレートブリテン貴族である。現存している第4期のウォリック伯爵位は、初代ブルック伯爵、第8代、ブルック男爵フランシス・グレビルが1759年に、ジョイされたのに始まる。 第三期を除くウォリック伯爵家は、ウォリックシャー州のウォリック城を所有していたが、現在は、所有を離れている。ウォリック城・ボーモント家の紋章オーデリック、ビタリスによれば、第一期のウォリック伯にジョイされるヘンリード・ボーモントは、フランスのルマンディのルヌーブルの領主で、ウィリアム征服王の1068年の遠征に、従軍して、ウォリック城の城守れを任せられた人物というが、 これを裏付ける出典はない。ほとんどの期間をノルマンディで過ごしていた人物とみられる。1088年の反乱の鎮圧で、ウィリアム二世を助けた功績で、1088年7月から12月の間に、ウォリック伯爵位を与えられている。ウォリック伯爵位は六大伯、トマス・ド・ボーモントまで、ボーモント家の男系男子で続き、その間、ウォリック城は木造から、 石造りの城へ改築され、城下には栄えた市場が生まれた六大伯、トマス・ド・ボーモントが男子後継者なく死去すると、妹のマーガレットが七代ウォリック女伯くらいと、ウォリック城を相続したが、ジョン王は彼女が一人で相続するのにふさわしいと考えていなかったので、ジョン・デュー・プレシと結婚させられることになった。だが夫妻は憎み合い、数回しか会うことがなかったので子供はできず死去した。 ついでマーガレットのいとこであるウィリアム・モーデュイが八大伯を継承した。彼は第二次バロン戦争で王党派に属したのでジョン・ジーファードによりウォリック城は攻撃を受けた。身の代金を支払ってウォリック城に帰還している。ビーチャム家の紋章1268年1月8日に八大伯が死去すると彼の妹イザベルド・モーデュイとウスターシャーのシェリフである ウィリアム・ド・ビーチャムの愛の子であるウィリアム・ド・ビーチャムが旧大博を就職した。以降、ビーチャム家によって世襲される爵位となった。旧大博は、エドワード一世に軍事指揮官として使え、ビーチャム家の影響力を拡大させた。その息子の1大博、ガイド・ビーチャムは、ランカスター伯爵とマスと共に、エドワード二世の長身政治に反対し、1312年には、 国王朝信の初代コーンウォール伯爵、ピアーズ・ギャビストンを誘拐して殺害した。その息子の十一大伯、トマス・ド・ビーチャムは、フランスとの百年戦争が始まった頃に成人し、エドワード三世に忠実なイングランド軍士機関として1346年のクレシーの戦いや1356年のポワティエの戦いに参戦。ガーター騎士団員となった。 最初の人物の一人でもある。フランスでの戦闘による身の白金の獲得で、かなりの財産を築き、ウォーリック城の改築を行った。その息子の十二大伯、トマス・ド・ビーチャムは、1388年に、リチャード二世の側近たちを弾劾した、卒位派貴族の一人であり、1397年に、リチャード二世の反撃を受けて、ロンドン島に投獄され、それに由来して、 ロンドン島内の要塞の一つが、ビーチャム島と名付けられている。その後の裁判の結果、土地や称号を剥奪されて満島へ流されたが、1399年8月に、リチャード2世が王位を追われて、同じ卒位派貴族の仲間だったヘンリー・ボリングブルックが、ヘンリー4世として即位したために釈放されて、復権を果たした。その息子である13大伯リチャードドビーチャムは、 ビーチャム家の投手の中でも最も著名な人物と思われる。100年戦争後期にヘンリー5世に従ってイングランド軍指揮官としてフランスに出征しトロワ条約締結の環境整備に尽力した。ヘンリー6世即位後はその教育係となりルーアン総督やフランス総督となった。ジャンヌ・ダルクが捕虜になりイングランドに引き渡された後にはルーアン総督として 彼女の裁判と処刑の監督を行っている。その息子である十四代伯ヘンリー・ド・ビーチャムは、ヘンリー六世の遊び仲間として育ち、1439年に、母イザベル・ディスペンサーからバーガー手段尺を継承し、1444年4月2日には、筆頭白尺の称号を受け、1445年4月5日には、ウォリック公尺にジョイされた。 これはおそらく父の功績によるものと見られる。14大伯が若くして死去した後、男系男子に限定される、ウォリック公爵と筆頭伯爵の称号は廃絶したと考えられるが、ウォリック伯爵とバーガー手段尺は14大伯の唯一の娘ビーチャムが継承した。しかし彼女は5歳で死去した。彼女の死と共に王冠に戻ったと見られる。一方で、 ウォリック伯爵会も14世紀半ば以降、男子相続人に限定される爵会になっていたとして14大伯の死と共に廃絶したとみなす見解もある。所領は14大伯の妹にあたるアンビーチャムの夫、リチャード・ネビルの手に渡っており、アント・リチャードには1450年3月2日に16代、ウォリック伯爵会が与えられている。リチャード・ネビルは、妻の権利で、 第五代ソールズベリー伯爵を執着していたリチャード・ネビルの子であり、バラ戦争期にその同行が二度にわたって国王の即位や福位を左右したのでキングメーカーと称されたことで著名である。彼は初めはヨーク派に属して1461年にエドワード4世がヘンリー6世を追ってヨーク朝を開くのに貢献し、没収されたランカスター派貴族の所領を続々と与えられて、 イングランド最有力貴族となったが、次第にエドワード4世と対立を深め、ランカスター派に転じてエドワード4世を追い、1470年にはヘンリー6世を一時的に復位させた。しかし、翌1471年には体制を立て直したエドワード4世の反撃で、バーネットの戦いに敗れて廃止した。リチャード・ネビルとアンが受けたウォリック白衣は、夫妻の死後に、 アンの子、それがないときは、アンのイボイモートである、シュルーズベリー伯爵夫人、マーガレット・ビーチャム及びその男系男子が継承することになっていた。そのため、1492年にアンが死去したとき、アンとリチャードの娘、イザベル・ネビルとクラレンスコー、ジョージ・プランタジネットの愛の子である、エドワード・プランタジネットが継承した。 彼はヨーク派の有力な王位継承権者として多いが不安定なチューダー朝の初代国王ヘンリー七世に警戒され1485年以来ロンドン島に投獄されていた。この間の1487年にはヨーク派の聖職者や貴族たちにより美少年の民間人ランバート・シムネルがウォリック博エドワードを名乗らされて反乱の旗頭に担がれたため 焦った、ヘンリー七世は、本物のエドワードを、ロンドン島から引きずり出して、支中引き回しにしている。その後、エドワードは1499年に処刑され、ウォリック伯爵の称号も剥奪された。彼の財産は姉にあたるソールズベリー伯爵夫人、マーガレット・ポールに相続されたが、彼女も1541年に、ヘンリーパッセイにより処刑されている。 ダドリー家の紋章2期目のウォリック伯爵位は、初代ライル史釈ジョン・ダドリーが1547年2月16日に、ジョイされたのに始まる。彼は、第一期の十三代ウォリック伯の娘シュルーズベリー、伯爵夫人マーガレットの子孫にあたる。ウォリック城も一緒に与えられているが、ダドリー家は、ウォリック城をほとんど使用しなかった。ウォリック博となったジョン・ダドリーは、 よくんエドワード6世時代に、摂政の初代サマセット公爵、エドワード・シーモアを失脚させて、国政を主導する立場となり、1551年10月11日には、ノーサンバーランド公爵に除され、プロテスタント政策を遂行したが、エドワード6世法擁後に、カトリックのメアリーの即位を防ぐために、ジェーン・グレーを女王に擁立しようとしたことで、メアリー即位後に処刑、爵位剥奪された。 しかし、保有尺位のうちオーリック伯爵については、その三男ジョン・ダドリーが、父がまだ生存中の1553年1月9日に、議会の議決によって継承していた。彼は1554年10月に釈放されたものの、同月中に死去し、彼の死でオーリック伯爵位は一度廃絶した。初代伯の四男、アンブローズ・ダドリーは、 三簡単の戦いに参戦したことで名誉を回復し、1561年12月25日に、ライルダム尺、その翌日には、ウォリック・伯爵にジョイされた。この爵位は、弟のロバート・ダドリーを特別継承者とし、かつてのウォリック・伯くらいの優先順位と所領を、定めていた。しかし彼も、彼に先立って死去した弟のロバート・ダドリーも、着出士の男子がなかったため、 爵位は彼の死と共に廃絶した。ダドリー家のウォリック伯爵位が終わった時、ウォリック城は荒廃した状態にあり、1603年にジェームズ一世は城の破却を計画したが、貴族の支持を得る目的で、結局サー・ファルク・グレビルに与えられた。彼は1621年に初代ブルック男爵に助され、その子孫のブルック男爵・グレビル家は代々、ウォリック城を相続し、 1759年に至って4期目の、ウォリック伯爵に上されることになるが、その間に、ウォリック伯爵位は、ウォリック城の所有権と分離して、リッチ家に与えられる。リッチ家の紋章第3期は1618年8月6日に、第3代、リッチ男爵ロバート・リッチがジョイされたのに始まる。彼は大宝館の初代リッチ男爵、リチャード・リッチの孫にあたる。 その息子の二大伯、ロバート・リッチは、イングランド内戦で、議会軍の海軍司令官として活躍した。彼の死後、二人の息子、ロバート・リッチとチャールズ・リッチが就職するもいずれも、男子を残せなかったため、初代伯の次男である初代、ホランド・伯爵ヘンリー・リッチの長男である二代、ホランド・伯爵ロバート・リッチが五大伯を継承した。その後、彼の息子、 エドワード・リッチが6大博、さらにその息子、エドワード・ヘンリー・リッチ1697から1721となったが、7大博が子供を残さなかったため、7大博の死後には、初代ホランド博の4男の孫にあたる、エドワード・リッチが8大博を継承した。しかし彼も、男子を残さなかったため、彼の死と共に、第3期のウォリック伯爵は廃絶した。 現存する第四期のウォリック伯爵位に除されるフランシス・グレビルは1727年7月28日に父の死によりイングランド貴族爵位の第八代ブルック男爵いとウォリック城を相続し1746年7月7日にグレートブリテン貴族ブルック伯爵に除位された そして第3期ウォリック伯爵が廃絶した2ヶ月後の1759年11月30日にグレートブリテン貴族として第4期のウォリック伯爵にジョイされた。彼は第1期のウォリック伯爵のビーチャー向けの分流にあたる。初代伯はウォリック城を近代化してカントリーハウス化させランスロット・ブラウンに庭園の創設を依頼した。その息子の2代伯、ジョージ・グレルは 就職前にボリック選挙区から選出されて、トーリー党の庶民委員議員を務めている。しかし1803年に破産し、ボリック城の周辺の辞書を売却することを余儀なくされた。1815年には家計の建て直しのために城を観光用に一般公開した。その息子の三大伯ヘンリー・リチャード・グレビルも就職前に ボリック選挙区選出の通りーー党の庶民委員議員を務めた。三大博は就職後に、新出自住長や自住たる、貴族委員議員を務めている。その息子の四大博、ジョージ・ガイグレビルも就職前に、サウス・ウォリックシャー選挙区選出の保守党の庶民委員を務めた。彼の代の1871年に、ボリック城が火災に遭い、再建のために、 巨額の公的資金が投入された。その息子の五大伯、フランシス・リチャード・チャールズ・グレビルも就職前に保守党の庶民議員を務めている。ウォリック市長やフリーメイソンのイングランド連合グランドロッジの副グランドマスターも務めた。彼の妻、デイジー・グレビルは週末にビクトリア町の上流階級を集めて催していたスキャンダラスな社交パーティーで有名となった。 その息子の六大博、レオポルド・ガイ・フランシス・メーナード・グレビルは順将まで昇進した陸軍軍人だった。第二次防和戦争に従軍し、日露戦争にはロイターの特派員として派遣された。第一次世界大戦では海外派遣軍の参謀将校司令部に副官として勤務した後、第四カナダ不評旅団や第十二カナダ不評旅団の指揮を取った。 1924年1月15日に、父の死により就職するも、第一次世界大戦後に、砲弾ショックで苦しみ、アルコール中毒となっており、就職から4年後の1928年1月31日には、死去した。その息子の七大伯、チャールズ・ガイ・ハルク・グレビルは、ハリウッド映画俳優への進出を狙い、1938年のハリウッド映画、 ザ・ドーン・パトロールに出演したが、大婚役者だったのですぐに俳優としてのキャリアは終わった。1951年から1952年にかけては、ウォリック市長を務めた。彼の死後、その息子のデイビッド・ロビン・フランシス・ガエグレビルが八大伯を執着した。彼の第二、ウォリック城の費用年出は限界に達し、1978年に、達走グループに、 ウォリック城を売却した。彼の死後にはその、息子外、デイビッド・グレビルが旧大博を就職した。2020年現在の当主も彼である。現当主外グレビルは、以下の借位を保有している。第1期16代ウォリック博、リチャード・ネビル第2期初代ウォリック博、ジョン・ダドリー。ありがとうございます。